ガチでリアルの思い出るな。ちょうどこんなくぼみで隠れたりして、小学生の頃に戻りて、韓国人ってそれ言えないんだよな。ルール違反で命令無視して寝ないと、めっちゃ大変になる。タルゴブってどういうゲームなの？徴兵シミュレーションです。あなたもやりたいですか？一緒にやりましょう。軍の匂いすごくないですか？グラウンド上の砂とかの匂いしません？しないのか、あなたには？俺にはするんだよ。あの頃の匂いが、あの雰囲気、あの音が聞こえる。やれんのかお前ら。やります。途中でやめるのだけはやめろ。やめたいなら今すぐやめて、先にここから抜けろ。そんなこと言われたら抜けれないんだよな。このゲーム、ケイチが最強ってこと？サバイバルゲームに最強ってないんですよ。誰が一番ついてるのか、冷静なのか、賢明なのか、それだけです。リアルタルコブでケイさんがしてた装備ってゲームで再現できますか？ 100% できます。あれ、タルコブと一緒のアイテム使ってたんで、一応できると思います。でも、あの撮影の日、俺たちなんか集合して、俺がみんなに最初言ったのは、今日徴兵キャンプですよねって。あ、軍服かっこいいから着てほしい。あ、それなんかどんな感覚なのか分かる気もしますけど、軍服ってたくさん着たら意味ないですよね。まあ自分でリアルで経験したことあるから、それは。俺最初軍服着た時は、ああ、なかなかいい感じだなと思ってたんですけど、着てから1週間過ぎたらもう、このクソ服マジでもう着たくねーって なったんですよ。たまに着た方がいいっす。2年着たらもうマジで腐っちゃいましたもん。ガチでリアルの思い出るな、これ。ちょうどこんな くぼみで隠れたりしたけどな。上に草むらとかなんか被せて、ハイドの練習したんだよ。このままで朝までなんか訓練したんだけど、二人で入るんですよね、こういうくぼみで。で、それでなんか朝まで帰ったら、バンカーって言えばいいのかな？一時的に作ったこのバンカーの中が、湿度がなんか上がっちゃうんですよ、もう。俺ら草むらを下になんかハイドしてるから、観光語ならイスルって言うんですけど、イスルの日本語ってなんだろう、イスル。植物とかの、その水がなんかかかること。あれが結構邪魔なんですよね。あれも梅雨ですか？長く雨降るのも梅雨ですよね。あれと関係あるのかな？ケイジ、最近までケイさん20歳だと思ってた。めちゃめちゃいい人じゃないですか。続けてそう思ってください。よろしくお願いします。18歳。罪を重く感じて、18だとは言えねえな。徴兵前やん。絶対戻りたくねえ。海外の人たちって羨ましいんだよな。小学生の頃に戻りてえってなんか、みんな幸せに言ってるけど、韓国人ってそれ言えねえんだよな。中学校、高校の頃に戻りてえって。お前徴兵もう一回行かなきゃいけないって。まあ、みんな言ってる、マジで。戻るなら、大学2年3年生かなって。徴兵、大学1年終わったタイミングで行ってくるから、2年から戻りてえって言ってる、みんな。中学校、高校、男子専用高校で、大学工学部に行って、軍隊的で、ガチで、女の子とはマジで、あんまり話した経験ない魔法師が作られます。結構いるんだよな、意外と。そのルートを乗ってる人たちって。徴兵喜んで行ってる人、俺、一回も見たことないです。もしいたらどういうのだと思う？歯めちゃくちゃ痛いのに、歯医者に行かなきゃいけない状況で、うわ、早く行きて、早く、ドリルを口にもうつけたい、みたいな。そんな考えしてるやついないんじゃないですか、もう。韓国の軍は装備選べたりするの？できないです。最初なんか、どの得意の兵士になるのか、それが決まり次第で、使われる武器とかも決まってます。ランケーブルとかをなんか設置するやつって、もうちょっとあの軽装備で軽く動けるやつで、最善にはなんか出ないやつだから、SMG みたいなちょっと短いタイプの武器もらえます。最善でなんか戦ってるやつとか、ARDU の武器であるなんか K2 もらったりするんですよね。俺はなんか戦術なんでしたっけ、詳しくは言えないんですけど、軍用プログラムをなんかコンソール機器を操作するなんか兵士だったんで、場合によってはちょっと最前線まで行ってそこでバックアップしなきゃいけない時があるかもしれなかったから K2 もらいました。 K3 撃ったことないです。 K2 だけです。俺軍の中で撃ったの K2 だけです。 K1 も撃ったことない。直接触ってみたのは K1 と K2 触ったことあるけど、それ以外は触ったことないですね、俺は。ちょっとお前ら多すぎだって。いやでも正面の一人だけやろうとしたのになんか二人来たか。まあ祝日は祝日ですよね、皆さん。金曜日の昼からちゃんとパーティー組んでなんか攻めてくるの。
軍隊に祝日はあるの？あった気がします。今覚えてないな、あんまり。多分あるんですよね。俺たち祝日どうなったっけ。仕事しなかったかも。確かに休みます。あの日は休むけど、何キロランニングと朝体調とかなんかそういうのは全部やりますね。祝日はちなみに23時まで起きることできました。20歳超えた大人たちが22時に寝ろって言われて、22時に寝ないと怒られる。ルール違反でずっとあの命令無視して寝ないとめっちゃ大変になる。祝日だから特別に23時に寝ていいよって言われながら今考えてみたらエグいんだよなマジで。夜中に起こされたことありますか？めちゃあるでしょ。もう夜の勤務出るために2時とか3時に起こされるんですよね。そこから2時間ぐらい警戒勤務します。バイオリズムおかしくなるんだよな。だから今日は01時から03時までか、今日は04時から06時までか、バラバラなんですよね。しかも一番辛かった時間が02時から04時です。俺たちあの睡眠時間って22時から06時半までだから、2時から4時の勤務入ると寝てからなんか少し後で起こされて、2時間警戒勤務行ってからそこでまたベッドで寝てもすぐ6時半になるんですよね。だから2時から4時の勤務はちょっと体ボロボロになります。これからリアルタルコプしてきます。どういうこと？サバイバル行ってくるんですか？リアルタルコプどのくらい視聴したんだろう。61番かい？マジ？やばくないですかこれ。そうですね、俺はリアルもやってきて今バーチャルもやってますリアルタルコプどうでしたか？リアルタルコプの話はなんかあんまりしないようにしてるんですけど、無意識だからネタバレしちゃうかもしれないからちょっと怖いですね。まず暑かったし、装備したものが結構重くてある程度確保は しといたんですけど、結構言われました。もうなんか撮影当日結構きついと思いますので筋トレとか した方がいいかもしれませんって言われて、全然なんか撮影するときめちゃめちゃ楽しくて、1ラウンド終了したら休憩時間あるじゃないですか。そこの撮影中に、ね、スタッフの方々がめっちゃ多くて、各一人ずつちゃんと担当してくださいながらもうたくさんケアしてもらいました。だからそんなきつくもなかったですよね。何より楽しかったんだよな。なるほど。2対1ですね、少なくとも。2人と、危ねえ。やべ、スカブは、苦しんでる。大丈夫か、助け上げる。大丈夫、助けるよ。俺が行く。もう楽になれ。よく我慢した。苦しかっただろう。いいバッグあるってアピールしたかったんだ俺に。お前いいやつだ。休んでいいよ、もうありがとう友よ。クソザコかよ、邪魔すんじゃねえ。あ、レベル1、マジか。 MP5 募集です。レベル1なんでしっかり持って帰ります。あれ、レベル1なのになんでしっかり持って帰るのって思ってる方々のために、レベル1の方はまだ全ロスの経験をする前の初心者の可能性があります。彼の未来のために俺は全ロスの経験をさせたいんで。なんでそれで死ぬの？おかしいだろ！全ロスでした！